もタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気しましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュックなどを、いろいろご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストも貯めさせていただいておりますので、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回ですけども、またまた電動自転車のお話になっております。はい、まあね、結構ね、2022年入ってから電動自転車のお話が結構多いんですよ。っていうのも、やっぱりこう外出がままならなかった、昨今ですね、巣ごもりで、なまった体をね、結構皆さん動かしたいなっていう風に思われてる方が多いと思います。そういった中、やはりですね、この、電動自転車っていうのは結構やはりこう、ニーズが高くなってきていてですね、やっぱりこうメーカーさんとしてもですね、かなり結構押しているっていうところがあって、今回もですね、電動自転車のレビューをお引き受けする形になりました。僕自身もですね、実際、今はですね、パナソニックだったかな、パナソニックの電動自転車を自分自身乗っていまして、結構やっぱ便利ですし、普通の自転車に比べるとちょっと若干アシストがついているので、長距離ランができるので、結構まあ運動としてもですね、まあ足だけの運動にはなるんですけど、結構いいなって思ったので、僕的にはおすすめです。今回ねご紹介する電動自転車っていうのがこちらになっておりまして、街を疾走できて風を切って旅に出る、バイカー気分の電動アシスト自転車、オーハスというものになっております。はい、こちら画像を見てわかるようにですね、これ自転車なのっていう風に思われた方いらっしゃると思うんですが、こちらね自転車なんです。はい、この電動自転車のオーハスはですね、バイク顔した、骨太の、電動アシスト自転車になっておりまして、通常の自転車よりも若干ねごついです。ごつい、見た目もバイクなんですけど、乗り心地もバイクみたいな形になっていまして、結構ねこのクッション性がある大きなサドルで、安定感のある太いタイヤを装備したこのね、オーハスはですね、かなり乗りやすい、そして面白い男心がくすぐられるような、ガジェットギアになっていました。はい、こちらね5段階の変速電動アシストも、搭載しているので、かなりね坂道とかも、このぶっとさなんですけど、スイスイ登ることもできるし、普段の見慣れた景色をね飛び出して小さな冒険に出かけるっていうところも結構できるので、これかなりおすすめの電動自転車になっております。なのでバイクの免許持ってないけどバイク乗りたいとか、あとは、かっこいいみんなとは違う電動自転車欲しいっていう人はですね、ぜひ最後まで見ていただいてですね、こちら、出資支援していただければなと思います。はい、こちら現在ね幕開けの方で、支援の方は行っておりまして、このオーハスの電動アシスト自転車は18万3000円の税込みで、販売しております。で、まあ通常の電動自転車と比べると若干高いんですけど、こういうね、バイク型の電動自転車っていうところで、もう一個ねスーパー73っていう結構ね有名な、電動自転車の、メーカーがあるんですよ。そこと比べると半値になっているので、スーパー73欲しかったけど買うのどうしようかなって悩んでた人とかもですね、ぜひ最後まで見ていただいて、こちらね支援の方を検討していただければなと思っております。はい、でこちら特徴としては全部で3つございまして、まず1つ目なんですけど、こちらねバイク感満載の遊び心が、溢れるおしゃれなデザインをしております。なので、人目を、結構引くのはもちろんのこと、長時間でさらにロングラン可能な電動アシスト自転車になっているっていうところがまず一つ目のポイントです。はい、で、さらには5段階アシスト機能がついていて、フル充電で走行距離50キロまで、このリチウム電池として搭載しているので、結構ね、出社の時とかも使えるようなものになっております。で、ちょっとしたね例えば、旅として、隣の市に行くとか 2,3 個先の駅に行くとか、そういったのもですねしやすいものになっているので、ここはね結構いいんじゃないでしょうか。はい、最後のポイントなんですけど、長距離でもお尻が痛くない、クッションサドルを、採用しているので、安定した走りの24インチ 3.0 ファットタイヤとして、かなりねこちら乗りやすいモデルになっていると思います。はい、それじゃあ早速ですねこちら、商品の方を詳しく見ていきたいと思うので、スペックの方をまずはご紹介しましょう。レッツゴー。はい、お待たせいたしました。こちらがですね今回ご紹介する、オーハスというですねバイクっぽい、見た目の電動自転車になっております。まず機能をご紹介させていただきたいんですけど、機能としては5段階電動アシストがついているとか、シマノ製の7段変速ギアがついている、あとは大画面の LED ディスプレイがついていたり、プラシレスモーター 350W がついていたり、積載量として120キロまで対応しており、24インチの 3.0 ワットタイヤがついている。そして前後油圧ディスクブレーキを採用しているので、しっかり止まるっていうところと、最高アシスト速度として24キロ
キロ、そして電動走行距離として満充電で35から50キロっていうような形の結構ね、機能性が、溢れている製品になっています。でちょっと詳しく、スペックの方を見ていただくと、こんな感じになっておりまして、まず、車体色としてはですね、こちらマットブラック1個になっております。でライトとしては、12W の、1500ルミネーションを、採用しておりまして、外寸としても 163×130mm の結構でかいライトになっているので、夜間走行とかも結構安心してできるモデルです。はい。フレームは24インチのアルミを、採用しておりまして、結構ね、ボディとしては大きめになっております。はい。サスペンションとしてはフォークサスペンションを使っておりまして、その他ですね、見ていただきたいポイントとして、バッテリーなんですけど、バッテリーがですね 36V のリチウムイオン電池を、使っていて、施錠もできる形になっているので、ここら辺のところは結構ねいいかなと思います。でモーター型式として直流ブラシレスモーター 350W を使っているので、結構、このワット数が大きいので坂道もぐいぐい登ってくれるような形です。はい。ディスプレイも LCD ディスプレイついていたりとか、あとは寸法として 145×28×85 とですね、若干大きいごつい形になっているので、ここら辺含めて、結構男性の方だったらですね、ごついのが好きだよっていう人もいらっしゃると思うので、いいポイントかなっていうふうに思っています。はい。で生産国は中国という形になっています。はい。で、ちょっとねスーパー73って先ほど言ったんですけど、スーパー73とも比較していただきたくて、スーパー73のですねメインとして結構売れているのはこの形式になっております。でちょっとね見ていただきたいのが、モーターのところがすごいんですよ。これモーターのところが、こちら今回ご紹介するオーハスは 350W だったんですが、それに対してこの、スーパー75は 250W なので、実際このオーハスの方が 100W 多いんですよね。なのでボディがでかいこういうバイク型の分に関しては、結構ここら辺のワット数って結構ねシビアに重要になってくるので、この 100W でかいだけでもかなりですね落差っていうのはかなり、楽だと思います。なのでこれを含めるとかなり結構ねこっちの方が優れているなっていう風に思います。ちょっとねスーパー73よりも、今回のオーハスが逆にちょっと下回っている点としては、このスーパー73に関してはですね、60から70キロですね、航続距離発射できるんですけども、今回こちらに関しては、50キロっていう形になっているので、やはりここはワット数が大きい分、この、電池のね持ちが少しね、悪いので、そこが関係しているかなと思います。ただ、これ60から70、スーパー73はいけるんですが、50キロを1日走るってなると、結構ね、すごいんですよ。品川から横浜まで走るような形になっているので、日常使いっていう点で考えると、そこまで気にする線ではないかなというふうに僕の中では思っています。はい。で、一応、その他のところで言うと、電動アシストは、スーパー73変速な3段階なんですけど、こちらの、オーハスは、5段階、採用していたりとか、あとは、オーハスは7段変速として島の末のものを使っているんですけど、こちらのスーパー73は使っていなかったりとか、あとはですね、値段ですよね。値段が38万5千円っていうのは結構なかなか自転車で出せることないと思います。普通のバイクよりも若干高いかなっていうぐらいな形なので、なので、ここら辺の値段の届きやすさ半額以下っていうところも含めると、結構ここはね、評価してもいいポイントだなって思いますし、これ結構メーカーさん頑張ったんじゃないかなっていうふうに僕の中では思っています。あとはですね、最大積載容量っていうところも5キロぐらいしか変わらない形になっているので、今までですね、この、スーパー73買おうかどうか迷っていたっていう人もですね、今回のこのオーハスっていうものをですね、ぜひ、体感していただいてもですね、結構満足いく製品かなっていうふうに思います。はい。それじゃあ早速ですね、ちょっとね、乗る前に機能仕様、ここがすごいコーナーに入っていきたいと思います。行ってみましょう。このオーハスなんですけど、自慢したくなるポイントが全部で3つございます。まず1つ目が、バイクが落ちた骨太デザインっていうところで、大きめのヘッドライトが可愛いレトロ感になっております。スーパー73はどちらかというと、アメリカンタイプに近い形だったんですけど、こちらのオーハスはどちらかというとですね、その中でも、どちらかというと、ハーレーとかああいったものに近いのかなっていうような形です。
で、僕的にはこのレトロな感じのデザインが結構好きで、バイク感結構溢れるなって感じがしました。特にこのライトの部分もですね、可愛いなって思っていて、あんまりこういうでかいね丸いライトっていうのが自転車に、搭載されていることってないんですよ。なので結構この、バイクに憧れる人の、ちゃんとキャッチーなポイントを全て揃えているので、このオーハスのデザイン結構僕的には素晴らしいなって感じがしました。で、さらには、2個目のポイントとして、長時間走行を支える安定感として、クッション性抜群のサドルと太いタイヤが対応されているっていうところです。これね、触ってみたら、わかるんですけど、結構クッション性がいいんですよ。例えるなら、座布団みたいな形で、結構ね、こうお尻の面の座面が広いので、段差が来た時も吸収をしてくれるので、結構ここね、ロングランされる方だったらいいかなと思います。東京とか結構道整備されてないところも多いので、会社通勤される時もこれだったら結構いいかなって感じがしました。またこのね、バイクのシートを、漂わせるような、この革張りっていうところも結構良くて、これ雨に濡れても大丈夫なんですよ。で、さっと拭くだけでもうね、湿り気もないような状態で座れるので、この辺もね、結構いいポイントかなって感じがしましたね。サスペンションがかなり効くので、こう段差を置いた時もうんって感じになるだけで、あんまりね、こうお尻とかにこうズシンってこう、あの衝撃が来ることがないんですよ。なのでこれは結構僕的にはいいかなって感じがしましたね。最後のポイントなんですけど、快適性を支えるエンジニアリング、前後サスペンションと油圧ディスクブレーキっていうところがポイントで、これ見ていただきたいんですけど、前後にこのような形で前後ディスクブレーキが、採用されております。なので、しっかりと坂道でも止まってくれるっていうところではかなりいいポイントかなっていうふうに思いました。はい、それじゃあ早速ですね、試乗の方をしてみたいと思います。それでは各部位名称を、ちょっと説明したいと思います。こちらがハンドル部分です。ハンドル部分はこういう風に革で巻かれているので、結構ね、今日の気温が2度ぐらいなんですけど、寒いけど手が、そこまでかじかむことがないです。はい、でここがシマノ製のやつですね。でこういう風にすると7段まで行き、これを引っ張ると1段まで行く。やっぱりシマノの部品を使っているだけあってですね、結構ここら辺は、スムーズに行きます。はい、で位置的にもちょうどいい位置なので結構いいですね。これが、いわゆるコントローラーになっていて、これがパスっていういわゆるアシスト機能を、制御するものになります。これを、下に押すとこれがどんどん下がっていくといった感じで、上に行くっていうのにすると上に行くっていう感じです。はい、こんな感じになってます。でこれがあれベルですね。ベルの音はこんな感じ。はい、結構わかりやすい音なので、車の人とか、あとは周囲の自転車とかを、結構警戒させることもできると思います。で、あとはこれがブレーキですね。はい、ブレーキに関してはこういう感じになっていて、前後ディスクブレーキが採用されているので、結構しっかりと止まってくれます。はい、で、これがファットタイヤになっていて、ファットタイヤのおかげで、まあ、衝撃の吸収とか、あとは雪道とか、あんまり整備されてない道とかも、軽々しく行けます。はい、でこれが、バッテリーになっていて、バッテリーに付属する鍵を使うとこのバッテリーも外すことができます。で、外したらですね、一応、屋内でも充電が可能になっています。でここのバッテリーの側面のボタンを押すことによってこうライトが光るんですけど、これで電池残量が分かるようになっているので、これは結構嬉しいですね。はい、で、もちろんここでも電池残量は確認できるので、まあモニターで確認できるのは結構いいかなっていうふうに思います。はい、で、ここのメーターの部分なんですけど、これもね、それぞれ切り替えることが可能なので、ご自身の好きな、ように設定していただければなと思います。で、あと電源の、入れる時と、消す時はここの M のボタンを押し続ける。これで、電源がオフになる。で押し続けると電源がオンになるっていうような仕様です。結構簡単だかかなっていうふうに思いますね。はい、でこれがライトになっております。具体的に泥除けとかこういうのもちゃんとついてはいるので、雨の日とかも乗っていただきやすいかなと思います。でこの椅子の、ところに関してもこういうふうに革張りをして結構柔らかいんですよね。なので、冬とかあとは長距離の、サイクリングにも向いているかなと思いますね。はい、で、フレームは結構太いので事故に遭った時とかもまああのそんな壊れることはないかなと思いますが、まあそれなりにやっぱアルミなのでへこむとかそういうことはあるかなと思います。はい、で唯一残念なのはこいつに関しては、鍵がないので、鍵は別途自分でご用意していただく必要性がございます。
ちなみに今夜でライトをつける場合ね、ここの、タッチ操作できるところの上ボタンをですね、長押ししてください。するとこういう風なライトになります。結構明るいですね。はい。で、ライトが、前面がつくとですね、テールランプもこういう感じでつくので、夜でもね、安心して運転できるかなと思います。結構ね、明るいです。はい。それではですね、こちら、自転車今漕いでおります。今は、シマノの、ギアは4段ぐらいにしていて、平坦なところで、パス1でやっております。はい。なんで、大体ですね、こちらは、スピード的には10から11ぐらいの感じですね。はい。けど結構速いですよ、これでも。はい。じゃ続いて、ちょっと、段を変えてみましょう。これがアシスト2です。アシスト2で15キロから16キロぐらい出る感じで、結構やっぱ、それなりにスピード感感じますね。はい。続いてがアシスト3ぐらいですね。はい。ブレーキも結構しっかり効いてます。おぉ、路面が凍結してる。これは怖い。アシスト3で17から19ぐらい。これぐらいがやっぱ出ますね。なので結構速いかな。体感的には、そうですね、原付ぐらいはやっぱ出てますね。で、アシスト4にすると、これぐらい速いですね。ほぼ、ワンコギで、ほとんど、いける感じですね。こういう坂道もスイスイと行ってます。で、最後、アシスト5です。アシスト5まで行くと、ちょっとやっぱりこうブレーキを踏みながら行かないと、結構、スピードが出るので、20ぐらいは出てますね、これで。それでは実際のメーターの動きも見てもらいましょう。ちょっと安全性の関係もあるので、そんな1とか2ぐらいで、やってみます。1ぐらいで行くと、これぐらいで、ちゃんとね、メーターが、ここ、今のスピードがちゃんと、スピードメーターに出てくるので、安心してね、こう乗れると思います。はい。で、これが、まあ、5とかにすると20キロぐらい出るので、まあ、20キロだとちょっと今ね、これ撮影しながらなので、ちょっと危険なのでやらないんですが、まあ、比較的、こういう感じでちゃんと映っております。続いてはね、この坂道をちょっと、1段階から5段階、すべてテストしてみたいと思います。行きましょう。
結構、すんなりといけましたよね。1の段階だとちょっとやっぱり重いんですけど、2ぐらいからやっぱこれぐらいの坂だったら余裕ですね。で、路面の凍結の部分を走っても全然滑ったりとかもないので、結構やっぱりこのファットタイヤっていうのは安心です。それではね、最後に家に帰る道で一番悪路な砂利と路面凍結してるところを、通ってね、安全性を、テストしたいと思います。行きましょう。安定しますね。はい。ちょっとここはね、路面凍結してるから若干スピード落として、こんな道を、越えてても全然ね、サスペンションがちゃんと効いてるんで、サドルが浮いてるような感じで、お尻も痛くございません。結構いいですね。これ素晴らしいです。皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、バイカー気分満載のオーハスという電動自転車を、レビューさせていただきました。個人的にはかなり、この、電動自転車良くてですね、特に何が良かったかっていうと、デザインですよ。デザインもうアメリカンを、こう想像させるような、僕バイクの免許持ってないんですけど、バイク乗りたいなっていう気持ちあるんですよね。そういう人の、ちゃんとこうニーズに応えれるようなデザイン、これが本当に僕の中では素晴らしくてグッドでした。はい、もう本当ね、これ提供で今お借りしてるんですけど、返したくねーっていうぐらいね、ほんとかっこいい自転車でしたね。はい。で、街中をこう、漕いでいたんですけど、結構いろんな人から、すごいですね、その自転車とか、自転車それ写真撮ってもいいですかとかいう風に言われたぐらいなので、結構人目にもつきやすいですし、結構男の人からそういうの声かけられたんで、男の人からしたら結構こういうのね、ハマるんじゃないかなっていう風に思いました。はい。で、ちょっとね、乗ってみて、いいところ、悪いところ、含めてご紹介させていただくと、いいところとしては、圧倒的にこのかっこいいデザインってところがまずいいところ、あとは、結構スピードが出るので、アシストとしても申し分がないっていうところ、であとはタイヤが太いので結構バランスが取りやすかったっていうところがいいところですね。はい。で、形も結構ね、それなりに、日本人に適した形をしているので、ここら辺も乗りやすさのポイントではなかったかなっていうふうに思いました。じゃあ残念なところ何なのっていうと、バイク型の自転車、僕今回初めて乗ってみたんですけど、ちょっと癖がある形でした。例えば曲がる時とかも、バイク同様ですね、ちょっと大回りに回らないと結構ね曲がりにくかったりとか、あとはまたぐ時ですよね、車台が太い分、やっぱりこうまたぐのに結構大股で、やらなきゃいけないので、ズボンによっては、結構ねこう股を開けないようなズボンとかあるじゃないですか、サルエルとか、ああいうのはかなり乗りにくかったかなって思います。で、あとは、サドルの部分なんですけど、これ高さ調節ができないので、僕の身長でちょっとギリぐらいだったので、身長が低い人とかはちょっと難しいかなって感じがしました。はい、こんなところですかね。ただ結構使いやすかったですし、デザインも、バチグーでしたし、さらにはですね、こうなんていうんですか、男心がくすぐられるようなギアになっていたので、僕的には結構いいポイントでした。特に、このシマノ製の7段ギアついていたところもですね、かなり快適性を、出していたので、ここもいい評価ポイントだと思うので、ぜひ皆さんですね、ちょっとかっこいい電動自転車、みんなとは変わった電動自転車が欲しいという方はですね、こちら、ご検討いただければなと思います。こちらまだ幕開けの方でね、支援していますので、ぜひ支援の方よろしくお願いいたします。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあなー。